取った状態、これでバンドソーっていうので曲線が全部切れるんですけど、それで切った状態から彫刻刀でまあ角を落としていって、うん、こういう状態にまず彫りは通常で終わりますと。でさっき言ったグラインダーっていうのでこの毛のちょっとした凸凹を作って、それから全身にバーニングペンで毛描きをします。でその後がアクリル絵の具による彩色でこの形は生まれています。実際焼け具合はどうなのっていうのが書いてありますけど、大概熱持ってますけど、まあ800度中600から800ぐらいらしいですけど、単純にこう 熱でこういうふうに線が刻まれていきますので、少しペンサルを回すようなことをすると曲線も描けますと。で小さくやれば点描みたいな表現で、顔のあたりとか細かい毛はこういうことでやっていますが、ただこの線が1本しか引けないので、このぐらいを埋めていくだけでも小1しかこれかかったりしていますので、で温度ダイヤル式の温度調節で濃いものから薄いものへというふうに色合いをちょっと変えていくと。手先のスピードでもある程度薄く下にできますので、自分のペースにちょうど合うあたりのダイヤルをまあ掴んでいただくと、みんな、どなたでもこの模様はやることができますと。で、まあ、これは今、毛描き用なので刃のナイフみたいな刃先のタイプでやっていますけれども、横に寝かせるとかすると面的な焼きもできるので、いろんな表現ができて、ウッドバーニング協会っていういわゆる板に絵を焼いた絵を描く人たちがいまして、その方たちはこういう平面使いやあと別の刃先に付け替えると点描といって点点点点といわゆるドット打ちですね。これは刃先が先っちょが尖っている、針状になっているので、ただ単にこういう一つの点が打てますけど、もちろん引っ張れば線ももちろん描けますが、これでただひたすらこうやって点で埋めていく作家さんもいます。私は気が短いのでこれはとてもできません。猫の毛だからやってられるけどっていう感じがしていますけど、まあ結構楽しい模様付けとかが楽しくできますので、興味のある方はなさってみてはいかがでしょうか。文字書いたりしてる人もいますのでね、まあ、後で興味のある方お試しください。